災害救助用の給水遮断水とは何らかの原因で水の配給が止まることである。水道局から家庭への送水を言うことが多い。断水は主に上水道の送水が停止することである。これらは飲料水や調理用の水として供給されていることから送水停止地域にいる住人らの生活が混乱する。都市部では水洗トイレが普及していることもあり、上水道が この水洗トイレに用いられている場合には排泄の用を足すための同施設が使えなくなることがある。大規模な断水では予定された水量が下水道に流入しないことによる浄水場施設の異常が発生する場合もある。注水道が普及している地域でもこの注水道が断水すれば同様である。断水の原因としては以下のようなものが挙げられる。 災害等によるもの自身による水道管の断裂老朽化による水道管の破裂凍結による水道管の破裂河川の決壊等による水道管の破裂停電による送水の停止。停電の高を参照時に意的に止められるもの、停水点検、工事による一時停止代金未払いこの他にも、昇雨、枯渇による水の不足から停止される場合もあり、 または異常気象によるものや、水質異常によっても緊急的に取水制限される場合がある。1992年には、広島県で取水口近辺からシアン化合物が検出され、緊急取水停止で13時間ほど断水している。この際には、広島市民に混乱も生じ、商店のミネラルウォーターが軒並み売り切れるという現象も起きた。ありがとうございます。